こんにちは。5年の歳月を経て、千辛万苦、いろいろなことがありました。ようやく我々の手に届きました。デビルズサードでございます。デッドアライブや、忍者ガイデンを作っていました板垣智信さん、バルハラゲームスタジオさんの新作でございます。デビルズサード。ようやく私の手に来ました。これ2000年の E3 で発表しまして、5年経ちましたね。ようやく手に届きました。で、2004年に Only on Wii U ですね、 Wii U 1000倍だよっていう告知が出て、そこからまた1年経ちようやく出ました。これに関しては、板垣さんとバルハラゲームズさんと、任天堂さんに感謝ですね。まず、2000年にこれを出すというバルハラゲームスタジオ第1弾だったのかな、確かっていう、これを出すと言った時にパブリッシャー THQ だったわけですよ。で、THQ が、どうしてももう無理だと。で、その後に、これをもうパブリッシングできないって THQ が言った後に、THQ は結局今もうないんじゃないですか。ないんだけど、当時これをできない、パブリッシングできないって言って、ちゃんとでも、できないって言った時に、デビルズサードの全ての IP、権利を、バルハルゲームスタジオ、および板垣智信さんに渡しますと。たのが、まず最初の事件であり決断であったのが、それがだいぶ前ですね。もう何年も前、何年前の話なんだろう、覚えてないけど、それがありました。で、その後にもう、じゃあデビルズサードは IP としてはまあ戻ってきても開発できないじゃないですか、パブリッシングしてくれなければ。で、暗礁に乗り上げてもう我々の手に届くことはないのかなと思っていた時に、バルハラゲームさんと板垣智信さん頑張ってくださったんでしょう。パブリッシング先を見つけたと。それが任天堂であったと。任天堂さんが拾ってくれたっていう言い方が正しいのかは分かりませんが、任天堂さんが力を貸してくれたと。 Wii U で、まあこの本当にハードなシューティングゲームです。新世代シューティング、もう板垣さんのゲームって難しいじゃないですか。忍者が難かったじゃん。私忍者が無理だったからねあれさ、本当に難しくて忍者が。で、板垣さんってさ、やっぱりそのいろんなあのこと言うじゃん。なんて言うんだろう、簡単なゲームはつまんないでしょっていうこと言うし、例えばまあ某ウォーリアー、無双ゲーとかをね、草を刈るゲームみたく行ったりしたこともあったじゃないですか。ただ草を刈っていくだけでね、僕の作るゲームはもうもっと骨太だっていうことを言ってきてる方で、もう忍者が、本当に忍者が難しいじゃん。なので今回もすごく多分難易度高いと思います。もうすごい多分難しいじゃないかなと思います。で、これね、ダウンロード1000倍です。ダウンロード1000倍なのに、じゃあなんでめぐみさんパッケージ持ってんのっていう話なんですけど、Amazon でだけパッケージングが売っております。パッケージソフトとして買えるのは Amazon だけなので、通常は Nintendo ストアからダウンロードソフトとして購入すると7,200〜7,300円だったかな、ちょっと値段忘れましたけど、だから Amazon で買うのとダウンロード版で買うのと同じです、値段。 Amazon 1円も値引きしてなかったと思う。だからどっちで買っても一緒なんですけど、まあダウンロード版で本当は私もそろそろ買いたいんだけど、この開封の儀っていう動画を撮るために、YouTuber として私はパッケージを買っているというだけで、それがなければ私はダウンロードで買います。まあなんてことはない。で、今これを撮影してるのはもう8月7日で、発売してから1週間ぐらい経っちゃってます。積みゲーしてました、開けられなかったんですけど。で、なんでもマルチに板垣さんがいらっしゃるらしいです。開発者と遊べるっていいっすよねまあそのマッチングするかは別だよ、それはもうただ自分のリアルラックにかけるしかないんだけど、板垣さんがしかもクラン作ってるらしいっすよ。で、このゲーム板垣さんが言うには、今まで FPS としてできたことは、まあ、シューティングゲームとしてできたことは、シューターとしてできたことは全てできると。その上に我々は新世代のものを乗っけた。だからベースは全部あるから、今までシューターが求めるものっていうのは全て入っているということですね。で、接近戦で刀持ったりっていうこともできると。世界観がね、まあ
世紀末という形ですね。何年になるの、2000何十年とかだと思うんだけど、まあわかんない、その先に衛星が全て壊されてしまい、 EMP ってあるじゃん、このなんだっけアニメ忘れちゃった、あの要は電磁パルスで機械を、通信機器を全部ぶっ壊すっていう世界なので、通信機器が使えないっていう状態のどっこいとっていう感じになってるみたいですね。なのでまあ重火器はあるけど無線機とかはなく、接近戦に持っていって、まあ忍者ガイデンみたいな感じで接近戦切り刻んだりっていうこともできる。ちなみに D 指定です、 Z じゃないです。意外でしたね、 D なんだと思いました。マルチがね、いわゆるシューティングゲームのマッチングしてマルチっていうより、クランごと、クランがもうチームというか国みたくなってて、すごくその概念が面白くて、例えばクランが100個あったら国が100個ある、でその中で抗争が起きるわけですよ。で戦いだったら普通に銃撃戦やればいいし、そこで外交で相手をねじ込んだり、スパイを送って情報を持ってきたり、そこでスパイを送ってさらに謀反を起こさせて内部から破壊するとか、そういうこともできると。まあ実際ね、怖いのが今のこの Wii U の時期じゃん。スプラトゥーンみんなやってると思います。その中でどれだけの人がデビルズサード過去に顔を向けてくれて、マルチに人がいるのかっていうのがすごく心配。板垣さんの言っていたマルチっていうのはやっぱ人がたくさんいてこそ成り立つ話だったんで、ちょっとそこが不安なんですけど、できたくさんいてみんなが遊んでいたらすごく面白い、絶対面白いなと思いますね。やつはすごくやりたい、早くやりたいですよ。でマルチ、板垣さんのあのインタビュー動画みたいなのでかっこよかったのが、いやもう普通に武力で制するっていうのはバカのやることですからねみたいなこと言ってて、かっけーみたいな、もういつものあのこういう口調で、いやそれはもうバカのやることですよみたいな感じで、かっけーわーみたいな感じで頭のいいっていうのはやっぱり外交でね敵をねじ伏せるみたいなこと言っててかっこいい、かっこいいわまあこれからね遊んでいきたいと思います。 BU ですね。ちなみに嬉しいことにテレビを使用せずゲームパッドだけで遊べる。私これが今すごく大事なんで、私にとってベッドルームで、横になって遊べるっていうのが非常に重要、もしくはベッドルームで、こう体横にして遊べるっていうのがすごく私の中で重要で、まあ、PS4 だとエクスペリア使ってやってるし、 Wii U だとスプラトゥーンができないのは残念なんだけど、ドラゴンクエストとかであればゲームパッドで遊ぶし、 Xbox One もようやく Windows 10によってリモートができるようになったんで、もうリビングだろうとベッドルームだろうとゲームルームだろうとどこでも遊べるっていう、まあ、いいですね。楽しみです、楽しみです。いろんな思いがこもったゲームだと思っています。 THQ さんもそうだし、任天堂さんもそうだし、何よりバルガラゲームスタジオさんと板垣殿さんには頭が上がりません。忍者ガイデンの超絶まずい難易度がここにあるのかっていう注目です。デビルズサード、パブリッシングが任天堂のバルガラスゲームスタジオさんの作品でした。また会いましょう。バイバーイ。